とにかくうちは大粒で、まあ甘いまあ、酸味が、まあ、甘いといいますか、まあ、普通一般のイメージとはちょっと違うちょっと甘みが強いようなブルーベリーを目指して育てています。山の沢から直接、まあ、水を引き込んでますので、非常にまあ綺麗な水というか、もう全然まだりものない水で栽培しておりますので、まあ、そこがまあちょっと特徴、他のところとは違うところになってます。まあ、その関係かどうかわからないんですけど、まあ、生育とか、まあ、味とかがいいというような評判はいただいてます。生の時期は、まあ、今まではまあ基本的には県外の飲食店の方を中心に、まあ、契約でやってたんですけど、ちょっとまあコロナの関係で、この2年ちょっと厳しいような状況なんですが、はい、冷凍は、まあ、一般ポピュラーなのが、まあ、ジャムですね。ジャムにつけていただくとか、まあ、ただ非常に甘いブルーベリーになってますので、まあ、そのまま冷凍したものをシャーベットみたいな感じで食べていただくと、非常においしい、まあ、特に夏場ですね、さっぱりして美味しいんじゃないかと思います。これが本当のブルーベリーですっていうことですね。本当にブルーベリーの美味しさを実感してもらいたいですね。そこはもう一番です。